がね 68m なんですけど、 190g のアントニオミサイル。なぜかというと、もう大きいシルエットでアピールさせたいから。でちょっとね重ため使ってます。でね、波動で来ました。これはね今動かしてる最中、ホールでねスーって行った時にゴンってドラグが出ちゃった。アンチョビサイル 190g、 これはテールの方を食ってちゃうのかな。アンチョビミサイルノーマルの方の 190g、 このボディを大きくして、アピールを大きくしてやろうと思って変えたら一発できました。アクション的にはね、この大きくしゃくってこのアクションですね。この魚をね寄せる、そういった意味でもこの大きなボディがね、この波動で魚を寄せてくれてるんですよね。興味を引きやすい、タチウオのちっちゃいジグとかね、なかなか小さい波動のもので興味を引かせるっていうのはなかなか難しいんですけど、この大きいボディでそれができる。今ノーマルのアンチョビミサイルに変えました。おっしゃ、おっしゃ、よし来た。おー、ノーマルのアンチョビミサイルでね、今ちょっと棚がねもうそこの方だって言われてたんで、ちょっと大きいボディでねアピールしてやろうと思ってチェンジした途端に来ましたね。おー、まんまでかいかもしれない。おいしょ、おお、アンチョビドライバーの 66M、アンチョビミサイル、これね190ブルピンできました。やっぱでかいの来ますね、それ食っちゃうんですからね。指4本、5本ぐらいあるね、ちょっとかけるぐらいだけど、アンチョビミサイル。Yeah.